お世話になってます、ケゴです。今回は、今日はちょっと動画を撮る予定はなかったんですけど、たまたまツイッターを見てたら、呪術廻戦の公式アカウントが、来週の火曜日に発売される、コミックス最新12巻の表紙を公開してたので、投稿まであと5時間しかないんですけど、急遽動画を撮ってます。本日は考察とか情報じゃなくて、ただ表紙の感想をね、ただ喋ってるだけなので、まあ気軽にラジオ感覚で聞いていただけたらありがたいです。このチャンネルでは呪術廻戦の動画を週に3本から4本投稿してるんですけど、今回のように、楽な感じの動画だけじゃなくて、もっとちゃんとしたね、考察動画とかも作ってるので、ぜひ他の動画も見てほしいです。概要欄におすすめのリンクを貼っています。で、来週の火曜日にまた伏線とかね、そういう12巻の感想的な動画も撮りたいと思っているので、チャンネル登録していただけたら通知がいきますので、何卒チャンネル登録お願いします。コメントもすべて読んでるので、お気軽にコメントしてください。コメントには全部ハートマークをつけます。あと、この動画良かったらグッドボタンもお願いします。それでは行きましょう。で、今回の表紙の感想なんですけど、ちょっとまさかのちょっとヌードっぽい感じで、最初見た時はドキッとしました。なんかセクシーな感じで、一瞬誰かなと思ったんですけど、これメイメイさんなんですよね。まあ、原作だとメイメイさんの髪色とかって分かりづらいんですけど、表紙のカラー絵だと白っぽい青っていうか、青っぽい白っていうか、そういう感じの髪色ですよね。これ一体いくらメイメイさんに払ったかっていう話なんですけど、背景にはメイメイさんの関係があるカラスが描かれていますね。まあ、ちょっといい意味でジャンプっぽくない表紙なんですけど、まあ、それは逆にかっこいいですよね。まあ、呪術廻戦は知っての通り週刊少年ジャンプで連載されているんですけど、僕はいい意味でジャンプっぽくない作品だと思っています。まあ、これチェーンソーマンとかもそうなんですけど、あんま少年誌っぽくない表紙なんですけど、まあ、逆にそれはかっこいいというか、表紙を含めてなんか呪術廻戦の世界観とかブランドをなんか作ってるようなイメージがありますよね。12巻の内容なんですけど、僕は本シアなんで、まあ内容一応知ってはいるんですけど、それに触れるとね、ネタバレになってしまうので今回は触れません。12巻は渋谷ハロウィン編がどんどん加速していって、めちゃくちゃ面白い展開なので、まあぜひ買ってほしいなと思います。概要欄に一応 Amazon の12巻のリンクを貼っているので、まあ来週発売なんですけど、今から予約購入できるので、コロナウイルスとかもあるので、あんま書店とかで人が触ったりした本とか買うよりも Amazon で買った方が個人的にはいいと思っています。発売日に最速で家に届くので、ぜひ概要欄から予約購入して最速で12巻を楽しみましょう。というわけで今回の動画は以上です。それでは次回の動画でお会いしましょう。